も皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、東京駅に来ております。こちらね、東京駅です。はい、まあ、こちら見ていただければねすぐ分かると思うんですけども、本日はですねこちらの東京ステーションホテルですね、こちらにね一泊、お世話になります。今回はですね月額制宿泊サービスのハフを使ってですね、一泊ねお世話になります。で今回ですね、家族でね来ておりますので結構ね必要コイン多かったです。2500、ハフコインかな必要っていう風になるわけなんですけども、こちらもですねずっと泊まりたくてね、いたホテルなんですけども、 2,3 ヶ月前かな、このね東京ステーションホテルね、追加となりまして、ちょっとコイン数はね多いんですけども、今回ですね宿泊させていただこうかなというふうに思います。今回ね一泊お世話になりまして、でハフでね予約すると、一番下のねカテゴリーのね部屋ではなくて、上から3番目か4番目、結構ねいい客室に、入れていただけるということで、実際ねどんな感じの客室ね入れてもらえるのかかなりね楽しみにしております。ということでもうね夕方の4時ね過ぎておりますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。でですね、非常にね東京駅のね内側からだとね分かりづらいんですけども、こちらがね入り口っていう風になっておりまして、ね JR のね改札とかのねあっち側から、こっちか、こっち側からもね入れるんですけども、ちょっとね入り口分かりづらいんで、一回出てきてねこちらから入った方が、分かりやすいですかね。こちらにね東京ステーションホテルっていうね名前もねちゃんと記載されております。私ね JR でね、今回来たんですけども、入り口ねかなり迷いました。向こう側のね入り口、改札の方からね入ってしまうと、なんかねロビーラウンジだったりレストランとかね全部ねここを通って行くみたいなね、そんな感じなんですよね。ですんでちょっとね迷っちゃうかなというふうに思いますので、一回ねこの外にね出てこの入り口ね探してからね利用した方がね分かりやすいかなと思います。でちなみになんですけども、こちらね出ていただいてちょっとね進んでいただくと、こちらね結構前に紹介したんですけども、メズム東京ホテルのね水素バス、無料バスありますよね、これの発着がねちょうどここなんですよね。ですので、まあここのね向かい側にね入り口があるっていう感じになります。ということでチェックインねして客室ね紹介していきたいなと思います。ということで無事ねチェックインすることができました。いやこのホテルねやばいですね、見てくださいこの感じ。これ今廊下なんですけど、やばいですね。このホテル自体はですね、まあ、横長にね長いホテルになってるわけなんですけども、いやすごいですよね。で反対側もこの感じがね続いております。ということで今回ね3056ということでいきましょう。それでは中に入ってきました。でこのねこのホテルはですね、このカードキーをねここに入れると電気がねつく感じになっております。いやーすごいですよね。こちらどうでしょうか今回ねパレスサイドのスーペリアツインというね客室となっております。いやどっから見ていきましょうか。まずですねここにねちょっと私のカバンが置いてあって申し訳ないですけども、カバン、荷物をね置くところがあります。でその隣にデスクとライトですねあります。あとね電話とかもありますね。で
ペンとメモ紙、あとテレビあります。で、このテレビでね、あの朝食会場の混み具合だったりね、ルームサービスもね、QR コードから注文できたりと、そういった感じでね、サービスがされております。でね、引き出しとかは何か入ってるのかな？こちらからですね、まあ、あの衣装ケース的な長期滞在用のものですかね。はい、で、空気清浄機。で、その隣に電気があって、一人掛けのソファーが一つと、こちらに二人掛けのソファーですね、あります。で、うわ、すごっ！ちょっとびっくりした。ちょっと今回ね、非常にありがたいことに、見てください。いや、すごい。まさかの東京駅も目の前ですね。いや、すごい。いや、これはテンション上がりますね。いやー、これはありがたい。本当にね、先ほど撮影、入り口で撮影してたのはね、この下ら辺なんで、本当にあれですね。いやー、すごっ。これはありがたいですね。ちょっと夜とかさらに綺麗になるんじゃないでしょうか。で、こちら側にね、大きい鏡ですね。あともう一個ね、ランプがあります。で、こっち側にですね、ベッド2つですね。今回スーペリアということで、シングルベッドかな、こちらは。はい、シングルが2つっていう感じですね。で、こちらに、ベッドランプと、こちらはメモ。あと、これは何だろうな。アラーム。こういう、起こさないでくださいみたいなね、そういったのもここで制御できるようになってます。あと、電話とね、メモ。はい、あと、読書灯とかありますね。で、こちらに、パジャマですね。こんな感じでパジャマが入ってます。こちらはね、上下セパレートじゃなくて一緒のやつですね。ポンチョみたいなやつですね。で、その下に金庫。ここに金庫っていうのはまた珍しい位置ですね。はい、まあ、ベッドがね、まあ、スーペリアということで、まあ、めちゃくちゃ大きいわけではないんですけども、こんな感じとなっております。あと水回りですね。あ、その前にミニバーを見ましょうかね。よいしょ。こちらね、扉に入っている感じになっておりまして、はい、こんな感じでグラス類と、コーヒー、紅茶、あとお水ですね、置いてあります。このお水はね、お水とコーヒー、紅茶はね、無料でいただけるということでした。で、この下のミニバーですね、こんな感じになっているわけなんですけども、こちらね、有料という形になります。あとこちら冷蔵庫ですね。冷蔵庫にも一通りね、飲み物が入っておりますけれども、こちらも有料と。で、このお水はね、お水無料だって言ってましたね。はい、だからまあ、これのビールとかコーラとかは有料って言った形ですね。よいしょ。よいしょ。で、こちらはクローゼットですね。ちょっと私のコートがかかっておりますけども、こちらにね、ハンガーと、あ、消臭スプレーとランドリーバッグですね。あと下にね、傘とかも置いてありますね。傘、靴べらとか、あと下の方にね、こんな感じでスリッパとか、あとアイロンとかね、アイロン台とかもね、奥に入っております。それでは次ね、水回りです。いや、どうでしょうか。いやー、すごいなすごいですね。めっちゃかっこいい。そして高級感がすごいですね。一つずつね、見ていきたいと思います。まずこちらにグラスが2つとティッシュですね。で、こちらにですね、拡大鏡が上にあって、こちらのブランドです。わー、ちょっとこちらね、数多くのホテルね、泊まってきておりますけども、こちら見たことないですね。こちらのブランド、ヒストーリーズデパフーム、ちょっと読み方が分かんないですけども、こちらのブランドのね、ものが採用されております。で、こちらに石鹸がね、奥にありまして、こちらがね、アメニティですね。ボディタオル、櫛、シェービングジェル、歯ブラシ、ヘアバンド、こちらがボディローションですね。コットンとかおしぼりとかもありますね。あと、あれもあります、綿棒とかもね、まあ、一通り揃っておりますね。で、こちらがバスタオルと、こちらはドライヤーですかね。はい、こちらパナソニックのやつですね。ちょっとこれは意外でしたねまさかのパナソニックでしたね。
で、こちらね、入り口の方にガウンがね、2つかかってますね。どうでしょう、着心地はどんな感じなんですか。まあ、触った感じはね、すごいふわふわみたいな、そういうのはね、なさそうですね。では、お風呂場行きましょう。よいしょ。バスタブはね、こんな感じになっております。ちょっとね、声響いちゃってるかもしれないんですけども、結構大きいですかね。どうでしょう、ちょっとね、入ってみましょうかね。ということでちょっとね入ってみました。どうでしょうかね。私175、6、7ぐらいありますけど結構広いですね。まあちょっと、あ、でもそうですね、足届かないですね、ちゃんと座れば。はい、こうやってやるとちょっとまあ足届くかなぐらいなんで、結構広い方じゃないでしょうか。はい、こんな感じにバスタブはなっております。それではですね、こちらがシャワーですね。可動式と固定式がね、ちょっと映るかな、固定式はねこんな感じについておりまして、まあ両方ともね利用することができます。でこちら側にもですねアメニティがねセットされておりまして、こちらねブランドは先ほどとね同じブランドが採用されております。水回りはあとお手洗いですね。よいしょ、お手洗いはこんな感じです。まあでもね広めですかね。はい、あとウォシュレットとかもね普通についておりますんで、こちら快適に利用できそうですね。はい、ということでそんな感じですかね。ということで今回ですね、こちら東京ステーションホテルですね、一泊ねお世話になります。でまずね、こちらのねルームキーなんですけども、こんな感じになっております。どうでしょうか。いやー、おしゃれですね。東京ステーションホテルっていうね名前もね書いております。裏はねちょっと説明が書いてあってね、まあこんな感じなんですけども、まあ、非常にねおしゃれなルームキーとなっておりますね。でこちらの東京ステーションホテルなんですけども、こちらはですね JR 東日本株式会社だったかな、あのメズム東京とね同じ運営会社が運営しているねホテルっていう風になっておりまして、こちらの東京ステーションホテルもね非常にねあの高級ホテル、まあ高いんですよね、こちらも。で一泊ですね、今日の価格でちょっとねこのパレスサイドのスーペリアツインルームですね、一泊ねおいくらぐらいするかというと、こちらね8万円ぐらいするそうなんですよね。いやー高いですね。まあこの客室もそうですけども、この眺めもねとてもいいですし、またねこちらのホテルねめちゃめちゃ高級感あるんですよね。ちょっとあの撮影許可自体はですねあのいただくことができましたので、ちょっと後でねあのロビーとかもねあの撮影させていただこうかなと思うんですけども、ロビーからね非常に綺麗でね重厚感のあるね感じになっております。いやーすごいですね。こちらね月額制宿泊サービスのハフでね今回宿泊させていただいてるんですけども、まあ、正直ねこのホテルが加盟する、まああのハフでね利用できるってね全然思ってなかったので、ここ入ってきた時はね正直かなりびっくりしました。こちらねあの S なんだっけな、スモールラグジュアリーホテルグループだったかな、まあ、そういった感じの、 あのグループにもね所属しておりまして、あのハイアットグループってありますよね、あちらともねあの同じグループ、そのスモールラグジュアリーホテルグループだったかな、あの加盟しておりまして、だからここねハイアット経由でもねあの予約することができたりするんですよね。まあそういったねあのホテルであって、またねこの東京駅のね、まあ、直結で、あの太平洋戦争でねこの東京駅っていうのは1階3階部分だったかな、あの焼失、あの壊れてしまって、それをねあの修復して2012年だったかな、まあ、そのぐらいにあの改修工事完了してねあのホテル再開したっていう感じなんですよね。ですのでこのホテル自体はですねあのもう100年以上のね歴史のあるホテルっていう風になってるんですよね。ですのでまあ知ってる方もいらっしゃれば、まあねあの見ていただければ分かる通りなんですけども、外観はねあの東京駅の外観っていう風になっておりますんで、まあ、非常にねいいですよね。まあということで今回ですねこちらね一泊ねお世話になります。でこのホテルにはですねエグゼクティブクラブラウンジとかねそういったものはなくてですね、まあ、ロビーラウンジっていうね、まあ、あのホテルのねロビーで、まあ、アフタヌーンティーとかねそういったサービスがね行われているっていう風になるわけなんですけども、まあクラブラウンジみたいなねそういったものは併設されておりません。でこのホテルはですねアトリウムっていうね4階だったかな、あのホテルのね
朝食会場があるんですけども、こちらがね非常に有名で、たくさんのね種類から、まあ、食事がねいただけるということで、まあ、こちらのねホテル宿泊する際はですね、ぜひねそちら利用してみてくださいってね結構いろんな人からね言われましたので、今回ね朝食はねそちらつけさせていただこうかなっていうふうに思うわけなんですけども、料金がね5000円か5500円とかね、まあ、結構お高めなんですよね。ですのでまあリッツカールドンとかねそこら辺のあのホテルとね同等のあの朝食の値段かなっていう感じなんですけども、明日ねそちらをいただこうかなと思います。今回ね私と妻とね子供で利用させていただこうというふうにこちらね思っておりまして、こちら同伴者1名だと2500コインだったかな、ハーフコインが結構しますよね。でプラスあの朝食代っていった形になりますんで、まあ、ハフはね、まあ、月額制なんでもうお金払ってるわけなんですけども、まあ、朝食料金はね有料で利用させていただいて、添い寝料金、子どもの添い寝料金に関しては今回ベッドが2台ありますよね。ベッド1台につき1名様までね、12歳以下のお子様であればね添い寝 OK っていうふうに話いただきましたので、今後ね宿泊される方はですねこちらもね参考にしていただければなと思います。一応ねホテルには確認していただきたいんですけども、今後ねハフで利用しようとした場合であってもですね12歳以下のお子様であれば添い寝でね利用することができますので、追加料金ね支払うことなくね利用することができますということで、いやこちらね本当にすごいですね。ちょっと噂にはねすごい聞いてまして、ずっと泊まってみたかったので、今回ねやっと夢叶ったということでかなり嬉しいですね。ちょっとね残念なね話なんですけども、まあホテルの撮影で基本的に私撮影許可をねホテル側に聞いて、まあ撮影させていただいて YouTube ね上げさせていただいてるわけなんですけども、まあ撮影許可はね今回いただけたんですよ。ホテルと、まあ私自身もしくはまあホテルだけ、まあ他のお客さんが映らないとか、まあ、係員の方が映らないとかね、まあ、そういった感じで撮っていただくのは OK っていう風にいただいたんですけども、まあ、残念ながらね商業利用は NG ということで、まあ、今回の動画はね、まあ、ちょっとせっかくね宿泊させていただいて、まあ、動画ね作らせていただくわけなんですけども、ちょっと広告はね入れられないということで、まあこれはねしょうがないですかね。まあここでね勝手に広告入れてもね別に後から連絡とか多分来ないと思うんですけども、まあなんていうんですかね、まあせっかく撮影許可ねいただけたんでね、それの方が結構私としてはねありがたいんですよね。こういう高級ホテルになればなるほどですね、この撮影許可ねどんどん最近ね NG になってきてるところが多くてですね、まあ今回ね撮影許可ねいただけたのでね、かなりありがたいなと思います。ですね今回の動画ね CM 入りませんので楽しんでいただければなと思います。まあ夕食の方はですねちょっと外にね食べに行こうかなと思っておりますので、まあ本当にね簡単なレビュー動画になるかなと思うんですけども、この感じねぜひ楽しんでいただければなと思います。ということでこちらにね一泊ねお世話になります。それではですねこの東京ステーションホテルは横にね縦長のねホテルっていう風になっておりまして、まあ、左右にねドーム型のね場所があるんですよね。で今ねちょうどこのドームのね目の前に来ておりまして、こちらがね客室にね続く廊下っていう風になっておりまして、この反対側はですねこういった形で一つのね部屋みたいなのがあるんですよね。でこちらね中に入っていくとこういった形でですねドームのね上側からですね下のJR のね入り口を眺めることができるんですよね。今ね正面を向けておりますので、ちょっとね下の方を向けてみましょう。ちょっとね柱がありまして、あんまりうまくね映すことはできないんですけども、こういった形でですね、JR のね、入り口の上側にですね今いるっていう感じで下をね見下ろすことができるんですよね。で上を向いてみるとですね、こういった感じでドーム型のね一部を見ることができるっていう風になります。でですね、正面、真正面ですね、真正面にはここと同じ部屋がね反対側にもありまして、この左右に関してはですね客室っていう風になってるんですよね。ですのでこのドームエリア、ドームサイドっていうね客室に宿泊すると、この客室からですねこのね JR の入り口が上からね眺めることができるようになってるんですよね。いやこれはねいいですね。もしねここ宿泊されたいなっていう方はですね、ドームサイドっていうね客室を選んでいただくと、こちらの客室にね宿泊することができます。おそらくですけども、こちらを選ぶとですね逆に外の景色はね楽しめない客室になると思いますので、この点はね覚えておいてください。でですねこの部屋自体にはですね
ちょっとねあんまり綺麗に写ってないかもしれないんですけども、こちら辺にですね写真とかがね飾られていて、この写真にはですねこの東京ステーション、まあ、東京駅のねあの歴史みたいなねそういった感じの写真とかがね飾られてるんですよね。これね結構ねあの見ましたけども面白かったですね。ぜひねあのこちらの方でね宿泊する際はですねここねちょっと立ち寄っていただいて、この写真とかもねぜひ眺めてみていただきたいなと思います。でねこちらに椅子とねテーブルがあって、ここでね、まあ、ちょっと一休みみたいな感じでねしていただいて、まあ、景色楽しんでいただくみたいなねそういったこともねできるっていった形になります。で先ほども言った通りね、ここと全くね真正面にここと同じようなねところがありますので、そこでもですねこちらのね写真であったり、あのこのオブジェのね説明とかもねそこに書いてあったりしますので、そちらね見ていただいて楽しんでいただければなと思います。それではですねちょっと反対側の廊下に来まして、あのホテルのね、ライトがずっと続いていると思うんですけども、こちらね横長のホテルっていう風になっておりまして、これね全部客室なんですよね。エレベーターのねアクセスは一つしかないんですけども、客室はねこういう感じで横長にねなっているっていう感じなんですよね。まあ、エレベーターね一つって言いましたけど、まあ、このエリアに一つっていうだけで、まあ端っこにはねまた別のがあると思うんですけども、こういった形になってるんですよね。いやこちらね非常に重厚感と高級感があってね非常にいいです。でこの反対側にですね先ほどねお見せさせていただいたドーム型のね、一つの部屋がねあるっていった形になるんですよね。ということでですねこのね東京ステーションホテルね、来ていただいたらですねぜひねここら辺のエリアもですねちょっとホテルね、まあ、探検するみたいなねそんな感じで結構ね楽しめるかなというふうに思いますので、ぜひねいろいろ見ていただければなと思います。国のね重要指定文化財にこのホテルねなっておりますので、ぜひそういった意味でもね楽しんでいただければなと思います。ということで、本日の方ですね先ほど言った通りね今日の夕飯はね、外でいただこうかなというふうに思っておりますので、またね明日朝食ね皆さんにお届けできればなと思います。ということで今日のところはですねこんな感じでね、失礼したいと思います。それではまた明日です。おはようございます。ホテルの前に出てきました。今ね6時過ぎぐらいで、やっとね辺りが明るくなってきたぐらいですかね。いやね朝の東京駅めちゃくちゃ気持ちいいですね。また今日はね金曜日ということで平日なんですよね。ですのでちょこちょこね、人は見受けられますけども、やはりね時間帯的なね話もあって人はね全然おりません。やっぱ昼間とかね本当にすごい人なんですよ。やはりねこの東京ステーション駅自体がですね、重要指定文化財になってますんで、撮影されてる方もね非常に多かったですし、この、まあ、ここはね東京駅の、まあ、一番有名なのが多分これとあのドーム型のね映ってるかなドーム型のねやつだと思うんですけども、やはりねここで記念撮影的な感じでカメラを置いてねジャンプしてみたりそんな感じでね撮ってる方もいらっしゃいましたね。でですね今回の客室がですねちょうど今ホテルにピント合わせてこの上側のね多分そこら辺かな、はい、だと思うんですよね。はい、ということなんでねここら辺の景色がね客室から見えるということで、このね真ん中寄りになればなるほどですねホテルの価格帯的にはですね値段が上がっていくそうなんですよね。もしくはねあの左右にねドームがあるんですけども、あっちにもドームがあってこっちにもドーム同じのがねあるんですけども、またねドームのところもそちらはそちらで、外の景色はね、まあ、ちょっと中心から外れるんであれなんですけども、あちらもね下を見下ろせるということで結構ね人気の客室っていう風になってるみたいですね。ということで私の方はですね家族の準備ができ次第朝食ね
いただきたいと思います。こちらの朝食ね、アトリウムっていうね朝食、会場になっておりまして、非常に有名なんですよね。でこのホテルのね朝食プランとかで、提供されるのは基本的にこのアトリウムのね朝食っていう風になっておりまして、非常に、ね、種類がね多くて有名ということで、昔はねうなぎとかステーキとかね、まあ、そういったものはねサービスされてたようなんですけども、今ちょっとメニューが変わってるみたいですね。ちょっとね私も最近のブログ等々ね、公式サイト等々ね拝見したんですけども、ちょっとね内容まではね全て把握までできてないんですけども、まあ、非常にね有名なことは有名ということで、この朝食もねかなり楽しみにしております。宿泊者はですね特に予約することなく行けばね利用することができるっていった感じになっておりますんで、こちらね外部からもね利用することができて、まあ、非常に有名ということで、朝食だけね利用するみたいな感じで利用することができてね、10人とかね結構狭きもんなんですよね。まあ、ですのでもしね利用されたい方はですね予約受け付けていると思いますので、予約されてね、来るようにしてください。確かね予約限定だったと思います。まあ、とりあえずね宿泊者以外の方もね、こちらの朝食ね利用することができるそうなので、まあ私の動画ではなくてもですね結構ブログ等々とでもね有名、そして人気っていうのはね結構言われておりますので、気になる方はねぜひね利用してみていただければなと思います。で昨日ですね、説明させていただいた通り、今ね、東京ステーションの前を歩いていて、この左側、こちらはね正面玄関、ここはね分かりやすい正面玄関なんですよね。で JR のね入り口がちょうどこっちに左右にあるんですよね。はい、でちょっとねそちらに今行こうかなと思っておりまして、レストランとかそういった施設は、こっち側にあるんですよね。こっち側にあるまあそうですね、こっち側に入り口があるんですよね。非常にねちょっとこちらは分かりづらい感じになっておりまして、ホテル自体がねこういう風に横に長くなってますんで、こっち側なんですよね。でホテルのね先ほどでいた正面玄関のところがここにね繋がってるんですよね。ですのでここをまっすぐ行くとロビーリアンジがあってチェックインカウンターがあると。でこちらが、JR のね、南丸の内南口になるわけなんですよね。ですね、ここからこっちにね行けばホテルのね、ところに行けるっていった形になります。ちょっとね分かりづらいです。ちょっとね私の広角レンズだとですね限界で全部映んないんですよ、大きくて。これがねちょうど左右のね、ちょうど正面から見て右側のドーム型の、内部っていった形になります。だからここを見下ろせるね客室もあるんですよね。いや非常にすごいですよね。で本当にこうねドーム型になってまして、またね建築がちょっとお名前ね忘れちゃいましたけど、辰野金吾さんなんかね、はい、その方が設計されている建物っていう風になっておりまして、いやすごい、これはね見に来るだけの人がねいらっしゃるのもね納得できるかなっていうところですね。でですね、非常に入り口が分かりづらいって言った説明なんですけども、この東京ステーションホテルっていうね名前が入ってる入り口がね非常に多いんですよね。この上もね見ていただくと分かると思うんですけど、こちら東京ステーションホテルって書いてあるんですよね。でこっち側の方にもですね入り口があって、こちらね、こちらレストランなんですけど、こちらもね上の方にね東京ステーションホテルっていうのがね名前が出てると思うんですけども、まあ、こういった感じでですね、こうねいろんなところにですねこの東京ステーションっていうね名前が入っておりますので、まあ、入り口ねちょっと分かりづらいです。まあ簡単に言うとね一回外に出てからですね先ほどの入り口ね探していただければ、分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね景観を崩さないようにね結構さりげない感じにね作られているそうなので、まあ、それもねちょっとねちゃんと見とかないとね見過ごしてしまいますし、私もね最初来た時にね何個か入り口入ってここじゃないここじゃないみたいな感じでロビーラウンジをね探しましたので、もちろんこのレストランとかねここら辺の入り口入ってもねチェックインカウンターに繋がってないので、そこだけねご注意ください。ということで、もうそろそろしたらですね朝食の方、いただきに行きたいと思います。ということで朝食からね帰ってまいりました。いや朝食ねめちゃくちゃ良かったですね。はい、一人ね5500円だったかな、そうすると1枚違うな5500
5,250円ですね。はい、一人ねかかります。ですけども朝食にとしてはですね非常に大満足でしたね。やはりね事前の情報でねいただいてた通りですね、うなぎであったり、マグロのお刺身であったりマグロの天ぷらとかもありましたね。あとエッグベネディクトもありましたし、いや本当にねめちゃくちゃ種類ありました。私はね結構ね今回家族でね利用させていただいたんで種類ねいろいろいただいたんですけども、マグロのお刺身、うなぎ非常に美味しいです。またねエッグベネディクトもいただいたんですけども、これもねめちゃくちゃ美味しかったですね。エッグベネディクトね結構美味しかったですね。私が今まで食べたエッグベネディクトの中でもはいナンバーワンだったんじゃないかなっていうぐらいね美味しかったですね。本当にね種類がたくさんありますので、で和食も洋食もねありますので、かなりね大満足の朝食となりました。ぜひねこのホテルね宿泊される方はですねこのアトリウムっていうね朝食ねぜひねいただいてみていただきたいなと思います。で会場もですねちょっとね会場はね人が多くてですね撮影することねできなかったんですけども、会場もねすごいね素敵な感じで、東京ステーションの模型であったりですねそういったものをね置いてありますので、かなりね良かったですね。またね東京ステーションホテルね模型みたいなの置いてありましたんで、ぜひねそういったのもね楽しめるかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね東京ステーションホテルですね一泊ねお世話になりました。今回ねレイトチェックアウトとかねそういうものは、今回ねハフで予約させていただいておりますんで、通常通りですねこちらのホテルは12時チェックアウトっていう風になりますんで、もうちょっとねゆっくりしてからねチェックアウトしていきたいなと思います。今回ねハフでこちらね予約させていただいて、パレスサイドスーペリアツインっていうね客室に入れさせていただきました。いや非常にね良かったですね。またね私マリオットとかヒルトンとかねそこが結構メインになってるんですけども、やはりねたまに違うホテルで、ね、宿泊するとねまたねいいですね。この客室もですね非常になんていうんですかねゴージャスだけどちょっとレトロみたいなねそういった感じで非常にね良かったです。でまたねこの景色ですよね、何度かねお見せさせていただきましたけども、本当にねここ東京駅のね目の前のところでホテルのね撮影している方すごいたくさんいるんですよね。今もね今ちょうど朝10時前だと思うんですけども、今もね非常にたくさんの方がね撮影されております。やっぱりこの東京駅ね非常に見栄えがねいいので、撮りたくなる気持ちもね分かりますね。私もね動画以外にもね結構写真とかもね撮りました。ということで今回ですね東京ステーションホテルですね一泊ねお世話になりました。またねこのホテルね泊まりたいなと思うんですけども、ちょっと現金価格だとねなかなか高いので、ちょっとハフでねどうにかコイン貯めてねまた宿泊したいなというふうに思いました。ということで今回の動画はねちょっと簡単なレビューになってしまったんですけども、東京ステーションホテルですね、レビューさせていただきました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。私の方はですねこういった感じでハフっていうね月額制宿泊サービスをね利用させていただいて、ホテルねレビューしたりですね、その他にもですねヒルトンとかマリオットとかですね宿泊してレビューね動画出しておりますので、気になる方はですねまたねチェックしていただければなと思います。ということで、でハフに関してですね、ハフって何ですかって思ってる方はですね、私ハフのね解説動画もね出させていただいておりますんで、もしねハフね全然わからないよっていう方はですね、こちらね月額制の宿泊サービスっていう風になっておりまして、コインがね貯めて宿泊するみたいなねそういった形になるわけなんですけども、コインがあればねかなりお得にね宿泊することができるっていう風になりますんで、解説動画もねちょっと上か下の方概要欄にはね入れておきますし、動画のねここら辺かなこっちかこっちか見れるようにねしておきますので、ぜひねそちらもチェックしてみていただければなと思います。いやね今回私コインでね宿泊させていただいてるんで、このホテルね3,000円で宿泊してるんですよね。もちろん朝食入れておりますので、朝食はね別途お金払ってるわけなんですけども、それでもね今回こう14,000円ぐらいでね宿泊させていただいておりますんで、いやこのハフねやっぱりすごいですね。コインがあるとねかなりお得にね宿泊できるかなというふうに思いますので、またね今回ハフでの2500コインね使ってますので、ちょっとまたね頑張ってコイン貯めていきたいなというふうに思いました。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。